皆さんこんにちは。見方を変える、世界が変わる、変える VR です。このチャンネルではファミコン世代のおじさんがオキュラスクエストなどのバーチャルリアリティ体験を実況を交えながらご紹介していきます。今回ご紹介するのはアップロブよりザ・バーチャル・トラベラー。言語はフランス語か英語のみで日本語対応はありません。言語を英語にしてやっていきたいと思います。このアプリは Google マップのストリートビュー、360度写真、航空写真や Google Earth などグループ化して解説を加えた世界で有名なスポット、現時点で57箇所の旅行ツアーを体験することができます。映像の見え方は平面なので前回ご紹介したワンダーにも似てますね。こちらのアプリは観光ガイドのような詳しい説明を見ながらその場所に行ったような気分になりながら美しい景色や街の歴史などを学ぶことができそうです。左側のメニューは国ごとに選択することができるようです。ぜひ日本語化していただき、日本の世界遺産や美しい景色も加わるとより嬉しいですね。まずはカナディアンロッキーに行ってみたいと思います。おー、向かってくる向かってくる、うわー、雲海を眺めながら飛行機が飛んでいきます。さあ、どんな世界が待っているでしょう。最近はなかなか外に行けない分、 VR ヘッドセットをかぶり世界旅行に行った気分になって気分転換してみてはいかがでしょうか。わー、映画館にいる気分。目の前には大きなスクリーン映像が出ている感じです。操作は簡単で A ボタンで進む、 B ボタンで戻る。各シーンを切り替えていき55個あるようですね。 A ボタンを押すと次の画面に行き、街の説明が出てきました。 Google Earth から位置を確認することができ、どんどん近づいていきます。椅子に座ってゆっくりボタンを押しながらカナダ西部のアルバータ州へ。カナディアンロッキーはロッキー山脈の一部、美しい景色が望める道路からスタートです。途中でモレーン湖、ルイーズ湖、マリン湖などの湖にも立ち寄ります。このように左側に解説も出てきました。再び A ボタンを押すと Google のストリートビューへ。360度の眺め、実物大の大きさを体感することができます。へえ、こんなところなんだと理解が深まりますね。うわー、飛んで飛んで、おー、近づく。こんな感じで進行していきます。ちなみに回転椅子に座ってやるのがおすすめです。ストリートビュー上に降り立ち、回りながら景色を楽しんでいる最後の地点で A ボタンを押すと次の画面で自動的に正面の位置になっています。回転する前の最初の位置に戻らなくていいっていうのが便利ですね。ただ一度始まってしまうと途中でメニュー画面に戻ることができないので、やっぱり他の景色を見たいなと思ってもすぐに移動することができませんでした。なのでゲームを終了するしかないんですよね。このスポットでは55シーンありますが、全て最後まで見ると10分以上かかります。ゆっくり見ると20分ぐらいかかるのではないでしょうか。そういった意味では57スポットもあるとかなりボリュームもありますよね。日本語で説明が読めればな、画面上で翻訳してくれるとすごく助かりますよね。今後のアップデートや未来の VR 技術でより本格的なアプリに期待してしまいます。わー、いい眺め、ここ行ってみたいな。水、風、空気の匂いを感じてみたい。いろいろ想像しながらリラックス。この簡単操作なアプリならおつまみをつまんでゆっくり飲みながら現実逃避してみても良いかもしれません。ただ動く映像も多いので酔わないようにご注意を。あー、いい景色だな。55シーンすべて終了しました。次はここに行ってみようかな。クロアチアのザダルとザグレブ。気に入った景色が見つかったら後からインターネットで情報収集してみるのもいいかもしれませんね。いつか必ずリアルで見てみたい、そんな予習をしているとワクワクしてきます。旅行好きの方にとっては楽しい時間になるのではないでしょうか。昔行った思い出の場所がこのスポットの中にあったらさらに楽しむことができると思います。わーお、宙に浮かんでる。上も下も360度、あらゆる方向から景色が楽しめます。エメラルドグリーンの海、ここの景色もいいですね。このクロアチアのスポットのシーンでは77個もあるので見終わるまですごく時間がかかりそうです。空に浮かぶシーンが多いような、各スポットによって特徴がありそうです。次はモントリオール。ここではシーンが52個、街並みの建物や観光スポットなどの解説が多いでしょうか。世界の大きさは日本の面積の約360倍。一生かけても全て見ることはできませんよね。こういったアプリで自分が知らなかった景色に出会い、視野を広げてみるのも一つかと思います。さあ、VR で新しい旅へ。
いかがでしたでしょうか。アップラボより無料でダウンロードすることができますので、まずは気軽に楽しんでみてはいかがでしょうか。ワンダーと併用して楽しむと、その場所の理解がより深まりそうです。今回の動画が良かったよ、参考になったよということでしたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。